4階か。つけてる。すげえ車。どました。愛車を駐車場に停めます。駐車場こっからだ。およそ300メートル先右方向です。もうここ曲がって右曲がったとこ。ここで U ターンして駐車場へ行きます。やってた。じゃあちょっと車を止めていきましょう。たくさんいるね。あそこの駐車場あったから止めとこう。大島の駐車場そこでしょ。でも多分8時間なんじゃない。ああそこ、うん、あ、喫茶店やってる。喫茶店やってる。最高。まもなく左方向で、ここでしょ。その先300メートル先左方向でさらに分岐が続きます。え、ここいいの。有料駐車場につき無断駐車お断りします。え、だって朝市の駐車場どこ。あ、朝市そこだ。そっちだ。あ、こっちか。そっちだ。朝市ここだ。これお金かかんじゃん。左方向で駐車500円だ。でもいないよ誰も。うん、ねえな。え、うん、まあ来たら来たで払えばいい。午前中の開館ご利用は無料って書いてある。あ、これだ。カードが残っていなくされています。一日も早く輪島朝市が復活していただきたい。切に希望します。輪島の朝市。
サザエの塩漬けがある。美味しそう。え？遅い。美味しい。前焼きは8時半くらい。え？中？ああ。見ていくか。見ていくか。ああ、見ていくか。うん。見ていくべ。おはようございます。うわ、いっぱい。あ、もとぎゅうチップスある、これ。これなんか買っていこうかな。ある、なんかある。あ、金沢、クリアケース、すげえ。あ、これあれだ。あ、輪島のやつだ。なんかあるの？なんかあるよ、それ。何か買っていこう。あ、塩売ってた。塩売ってた。うん、そうそうそう。能登半島のやつでもいいんだよな。え、海苔いいね。スズの塩も良さそうだな。なんか買っていこうかな。あ、ゴーゴーカレーがある。ゴーゴーカレー。いっぱいあるね。お、桜。煮エビだって、煮干しエビ、甘エビ、甘エビ、塩、いいね、あ、買っていこう。あ、嬉しいわ、一応嬉しいわ、嬉しいわ、嬉しいわ。ホルモンホルモンえ？うん、行ってこい行ってこい。下にメカブチャだって。ああ、2階はこれだよ。2階はこれだよ。輪島塗り。輪島橋。
綺麗。輪島港直送海鮮丼8時半から。フグ丼がある。フグがある。いやー、朝一やっててよかったね。海産物やら、カニが、すげえカニがある。カニ買っとこうかな。全日食中のボンベ営業中だ。これ詰まだこんな。
せおっせなのでいっぱいあるね。ルヤコジ、ルヤコジ、ここで甘酒を買います。甘酒を買いました。あー、うめ、やっぱこれはうめ。じっくり読まの使ってるということだ。あ、足折れズワイガニ。こっちは香箱5000円だ。4、5人前だって。足折れ混じります。香箱いいな。香箱買ってやっかな。塩な、香箱買って。あ、動いてる動いてる。そう、あ、ビネガー、本当だ。香箱だよ。なんで行っちゃうの。え、おぉ、柚子ヨーグルト。あ、丸入れてもらってね、うん、これ見たことある。丸入れべしか、うん、ああ、なんか今日、あの、土産屋のとこ売ってたよ、これ。ゆべす。あ、ここで終わりだ。ここで朝一終わりだ。あら、喫茶店があったじゃない。三丁目カフェでモーニングをいただこう。喫茶店があったじゃない。あら、綺麗な喫茶店。
輪島ドラマ記念館に行く。店内の様子です。Indo.